はい、どうも。関西クラクラクラブのコミです。今夜も、クラクラの実況をやっていきたいと思うんですが、今日ねお話ししたいのは、サイドカット。前回、1回かな、基本中の基本ということで、なるべくね、幅広く、ユニットを少なく使ってカットしていくのがいいですよっていうお話を1回動画であげたと思うんですけども、今回はね、それが初級編だとすると、もう中級から上級編ということで、やっぱりね、主力をどうしても反らしたくないっていう時には、どこに気をつけてやったら、なおね、サイドカットの成功率が上がるのかというところを、ちょっと今回、重点的に解説していきたいな、というふうに思います。でね、見てもらいたい動画は2つあるんですが、1つ目は、この動画。これタウンホール11から11への攻撃で、こんなような配置を、ユニット編成はね、ゴレ2の、ラバ2の、いわゆるオーソドックスなハイブリッドで攻めようとしてるんですけども、このサイドカットがね、本当にその基本をさらに上に行く、すごくいいサイドカットから入ってるんで見てもらいたいと思います。こっから行くんですけど、まずね、ゴレを出してウィズを出すんですが、どういう風にね、出したいか、ちょっと見てください。ここから入っていくんですよ。で、ゴレをまず出して、ウィズをここに出してます。わかります？この施設と、この施設を狙ってるんですよ。で、多分このウィズはこっちも壊すでしょうね。そうすると、じゃあ、ここが残っちゃうんですよね。まさに突破する目の前が残っちゃう。じゃあ、これどうするかっていうと、中に突っ込ませたいヒーローやボーラーで削るんですよ。わかります？ここがサイドカットのすごい重要なポイント。要はね、自分たちが進みたい道には別に施設があってもいいわけですよ。進ませたくないところの施設をむしろ壊すことが重要で、むしろね、この施設を進ませたい方向に残しておくことによって、いわゆるパンクズみたいな原理で、そこに向かってユニットが突進していくわけですよね。なおさら横にそれにくくなると思いませんか？これがサイドカットの本当に、基本をちょっと上行く、でも絶対に覚えておいてほしいやり方です。これはね、本当もう典型的な例、非常にうまかったですね。なんでもユニットが中央にきっちり集中して、見てください。これあと対空砲ってこの1本しかなくなっちゃって、クロスボウもバカバカ折って、でまだヒーローたちが戦ってるみたいな、こんな状況になるわけですよ。やっぱりね、ユニットっていかにダマになって突進していくか、そうするとね、呪文の効果も最大限に恩恵が発揮できるし、対防衛施設に対してもユニットの数が多ければ多い方が、少ないダメージで突破できますから、やっぱりね、戦果って上がりやすくなりますよね。で、まあここから先はもう流しましょうか。やっぱりね、この動画のポイントは入り方なんで、当然このままあっさりと、というか、もう圧倒的に全開を取っていくんですけども、もう何ていうんでしょうね、陸パートでほぼこれは勝負ありですね。あとはもう回収して、おしまいという感じです。ちょっとね、今の入りをもう一回だけ見ましょうか。いきますね。ここから入っていくんですけども、出すユニットの順番っていうのが、まずはジャンプで、ゴレウィザードを2体合計4体出していますね。ウィザードはこれだけしか持ってきてませんね。で、あとヒーローとかアシャクイで突っ込ませたいところの人は自分たちに壊せると、それしながらなるべく近いユニット、近い施設にね、ユニットが向かうっていう、その原理を利用してどんどんこう中に誘導していくという感じですね。こんだけダマになったら、呪文の枠に全部こう入るし、一個一個の打ち手のね、効果がきちんと発揮されますよね。で、あとはもう陸空パートはもう塔もここで使って、防衛援軍、相手のヒーローで、さらにはイーグル砲にテスラの森も全部粉々にぶし折って、圧倒的に、ここを突破していくとっていう感じですね。お見事です。はい、でもう一つちょっと見てほしいんですけども、これもね、今の原理を本当に綺麗に体現してるんですが、サイドカットってこういうユニットでもやれるんだなっていうことをちょっと見てもらいたいと思います。これはね、大五郎さんという方で、タウンホール11から、12から12へのアタックか。相手の施設もそんなにね、フルカウンってわけではないんですけども、一応イーグルなんかはきっちり、レベル3になってるし、
ヒーローもまあほぼ完走状態になっているし、それなりに強い村だなというふうには思いますね。で、ここをクイヒーで歩かせていって、ちょっとここはね、クイヒーは実はサイドカットにもなってるんですよ。先に言っておくとちょっと早めてますけどね。で、防衛援軍をここで処理していくと、先に言っておくとここが突破口になります。ここをね、どういう風に残していくか見てください。で、ここで、相手の防衛援軍を処理しますね。で、アチェクイは、壁の中に入って、どんどん攻めていくんですが、これでバルキリー1体出しましたね。これがサイドカットです。これすごいですよね。バルキリーって体力も攻撃力もあるんで、まあ、その大砲とかあのアチャトとかね、比較的攻撃力の高い施設に複数投げられなければ、このフェンとかも全部1体で壊せる余力があるんですよ。で、ここは残しておいて、まあ、バルキリーの集団出しましたね。こいつを壊させながら近くの壁を殴らせると。で、そこの間にバスターが穴を開けて、綺麗にこう中に流し込んでいく。まあ、1体それましたけど、これは許容範囲ですね、バルキリー使うなら。このサイドカット上手くないですか。あの、クイヒーでこちらの面をきっちりカットして、で、バルキリー1体でここをカットすると。で、主力部隊はこの辺をたげらせながら前に進めていくと。こういう風にね、まあ、こんな風にやっぱユニットが一旦ダマになって暴れ始めたら止められないので、まあ、今回はね、時間こそまあギリギリでしたけども、いやー素晴らしいですね。バルキリーもなんかすごい流れちゃってますが、まあまあ流れる前にもうやるべきことは結構やってくれたんで、このままあと勢いでね、もう全開という感じですね。こんな感じでいきます。いやー非常にお見事。やっぱりね、このサイドカットの成否っていうのは本当にもう結果に直結する、もうクラクラで、やっぱり一番最初に覚えなきゃいけないんだけども、それを突き詰める価値があるね、技術だと思うんで、やっぱり皆さん、いろんなサイドカットのバリエーションだったり考え方っていうのをよくね、盗むでいいと思うんですよ。どんどん盗んで、自分のものにしていくと、いろんな村にね、こう対応化していけるようなプレイヤーになれると思いますんで、まあ、っていう私もまだまだ修行中ではあるんですが、ということでね、一緒に上手くなっていければなというふうに思います。もう一回サイドカットのところだけ見ましょうか。援軍を釣って、で、クイヒーで、処理をしていくと。で、ベビーを1体出して、この辺からサイドカット始まりますね。ここ、こんな風に残ってますけど、バルキリー出しましたね。バルキリーが出てきてサイドカットで、この辺の施設はあえて残しておくと。で、バルキリーがこんな風に施設をカットカット、まあ多分足らなかったらもう1体ぐらいバルキリー追加する気だったと思いますけどね。で、バスターを出してタゲってから、一気にバルキリーをガーッと出す。いや、お見事ですね。もうこんな風にやられたらね、止められっこないですよね、バルキリーの勢い。もう向かうところがはっきりしてるじゃないですか、この辺っていう風に。で、まあ、あとはレイジを打ってかな、殲滅していくという感じですね。はい、お見事でした。ということで、本日は、サイドカット集ということで2つ、やり方を紹介させてもらいましたが、ぜひぜひね、他にも参考になる動画があったら、ここに投稿していきたいと思いますので、チャンネル登録、また、これからもご視聴よろしくお願いいたします。では、本日はこのあたりで失礼いたします。バイバイ。